今回紹介する本は、矢作直樹さんの、悩まない、あるがままで今を生きる、という本です。それでは本の内容を紹介いたします。視点を変える。樽を知る。それだけで人生は輝く。救急医療の現場で命と向き合ってきた医師が語る、与えられた人生を悔いを残さず生き切る秘訣。 物が多くななるる。と、不自由になるあの世に持っていける財産それはこの世でのエピソードだけ他人にできて自分にはできないと悔しがることはないあなたの代わりに他人がやってくれただけなのだこの社会はジグソーパズルのようなものピースの形はそれぞれに違うけれど皆に居場所があり全部が組み合わさると一つの絵ができる。 願いには見えないパワーが宿る。第一章持たない。幸せも不幸せも受け止め方次第。過去に学ぶことはあれど、こだわると益を生まないことも多いもの。一つの縁を切ると、新しい縁が生まれる。家族には期待せず、つかず離れず、そういうものだと思えば、 大したここととなく思えることも多いうまくいかないことには意味がある。2> 第2章。こだわらない。全員が同じ意見なら、むしろ危ういと思うべき。毎日、生きていること自体が修行。理性ではなく直感を大切に。それが自分にとってのタイミングだからだ。健康は自分の意思次第。 治療がうまくいくかどうかは本人がどれだけ本気になるかによるやるべきことは逆算思考で見えてくる第3章思い込まないうまくやろうと思うより精一杯やってみる自分さえも客観視できるようになるとあらゆるストレスが消える体の声を聞くことで 奇跡的な回復がもたらされる別れも学びの一つ自宅でも病院でもどこで死のうが行く場所は同じ第4章心配しない視点を変えれば出口が見えてくる基本はおかげさまとお互いさま誰かに相談するときでも答えは自分の直感で出ているはず 人を許すも許さないもない。彼らも学びの時なのだ。過去を悔やむのではなく、今を生きる。第5章悩まないでは、ここで、実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します。心に染みてくる言葉の力に満ち溢れている一冊。すごい肩書きを持つ著者ですが、 謙虚にしてららない姿姿勢勢で淡々と語られる姿勢が胸を打ちます。本書は実に平面な文章でありながら心に染みてくる言葉の力に満ち溢れていますあるがままで今を生きるこのサブタイトルから連想するのは己よりする前奏のイメージですが救急医療の現場で命と向き合っている著者の生き様を見事に表現しているかのようです 著者が説くように視点を変えることの効用がいかに大事なことか。例えば著者は自分を経営するのは自分だけという表現を使われています。自分の人生を経営するという視点から今の自分を見つめ直せば忘れかけていた大切なことに気づけるように思います。当たり前のことを今更ながらやってみる。これは はじめにで著者が語られている言葉ですが本書を通読して心や命に向き合う時間を持てたことで今自分を勇気づけてくれる言葉となっています以上読者の方の感想をご紹介いたしました興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後また他の商品の紹介も見てみてください。最後によかったらチャンネル登録をお願いいたします。